皆さん、こんにちは。マーシーです。本日は11月17日火曜日午前11時9分に撮影しております。改めまして、こんにちは。マーシーです。本日は11月17日なんですけども、ピッキング作業お仕事2日目になります。ただ私、私マーシーは入社2日目にして、当日欠勤を してしまいました。一応ですね、まあ、社会人として当然なんですが、会社には人としてね、筋は通したかったので、当然なんですが、会社には欠勤の連絡を入れまして、ある理由で欠勤の連絡を入れまして、再び出勤する出勤日は、約1週間後の11月23日となっております。 月曜日に出勤いたします。朝霧高原にある道の駅に到着しまして、しばらく時間をつぶしてネットサーフィンをして、ただいま、こちらもですね、朝霧高原にあるたぬき湖という非常に風光明媚な湖に来ております。そこでですね、単刀直入に言いますが、興味のある求人が出てきました。 それはですね、具体的にどんな求人かと言いますと、ルート配送のお仕事になります。道の駅の駐車場に車を停めまして、Amazon のタブレットでネットサーフィンをしてましたら、偶然、興味のある求人を某求人情報サイトで見つけてしまいまして、非常に興味のそそられる求人だったんですよ。仕事内容は、どういう、どのような求人か、 どのような内容かと言いますと、某製品のルート配送のお仕事になります。まあ、ある製品ということに表現を留めておきますが、ある製品のお客様にお届けするお仕事になります。ただね、求人表にはこう書いてあるんですよ。求人表には、製品のルート配送の他に、 出荷梱包のお仕事なども担当していただきますと書いてありましてで時間が8時から5時で土日休みでしかも正社員の雇用になります月給は約20万円からスタート交通費規定支給そしてなんと退職金制度もありますまあ退職金は3年からですのでまあもらうもらわないはちょっとだいぶ先の話になりますので まあ社会保険も完備で非常に福利厚生も正社員ということで安定しているのではないでしょうか。非常に興味をそそられました。まあ今回今現在働いているピッキングのお仕事に関しましては不満はありません。人間関係につきましても昨日ね初日教えていただいた人も 多分その人がしばらくの間私回しの教育の担当みたいな形になるかと思うんですけども非常にまあ不満は全くありません上をき言えばキリはないですよただね前回1日で退職してしまったホテルの清掃のお仕事に比べれば教え方は正直上手いです前回はね鼻で2回笑われてなんでこんなのも覚えられないのみたいな態度で鼻で2回 笑われたことは原院で退職してしまったんですが、それ以外にもね、まあゴミ箱の場所を覚えられなかった、自信がなかったっていうのもあったんですけども、まあそこまで不満はないと言わ,言われればないんですよ。ただね、今後本当に自分自身の中でやっていけるかどうか、自問自答してしまった結果、二日目で当日欠勤してしまいました。そしてその流れの中で、 ルート配送ののお仕事をの求人を発見してしてまいました。ルート配送のお仕事は以前から興味がありまして結局配送の仕事って一人でできるじゃないですか。一人でできるのでその分ね人間関係とかそのような面では人間関係で辞めるリスクとかは少なくなるのは確実なんですよ。 しかも、ルート配送と言いますと、配送のお仕事と言いますと、まあ、いろいろコンビニとか、まあ、トラックで、まあ、冷凍食品とか、業務用食品とか、まあ、いろんな製品を配送するイメージが強いですが、配送の仕事の、に就職するにあたって大きな障壁があるじゃないですか。まあ、例えば、中型免許とか、なんか最近いろんな純中型とか、なんかいろ、 大型免許とかそういう、そのような免許を取得しなければいけないので働く際には非常にタクシードライバーも含めてですね取得する際には非常に大きな障壁となっているんですがこちらの求人はなんと普通免許だけでで配送の仕事ができます。これ全て言っていいのかわからないんですけどもまあ普通免許しかもオートマ限定でも OK らしいです。 まあ一応私回しは、ね、マニュアルの免許を持っているんですけどもオートマでしかもオートマ限定の免許でも OK だそうです。まあ、具体的に言いますと、まあ、オートマ限定で OK っていうことが求人票にも書いてあるんですけども軽、まあのミニバンみたいなあるじゃないですかそれで配送のお仕事をするそうです。 ただね、配送の仕事を1日フルに8時間やっているわけでもなくて、それ以外にも出荷や梱包のお仕事も担当するそうです。ですのでね、まあただね、出荷梱包のお仕事と配送の仕事の割合どれぐらいなのか、出荷梱包のお仕事9割で配送の仕事1割だってあるじゃないですか。ですので、面接して質問してみないと状況がわからないので、 正直応募するか迷っております。ただね、一応私マーシーはある理由で、まあ,あるとある理由というのはまあ皆さんお察しいただけるかと思いますが、まあ、過去ねもう散々使ってきた理由で私マーシーは約1週間休んでおります。来週の月曜日再び出勤するということなんですが、日程的にですね本日応募しないと。 本日応募して明日明後日ぐらい面接していただかないと合否が今週中にはわからないんですよねその辺を考えますと今日中に応募しないとタイムリ,リミットが過ぎてしまいますですので非常に興味のそそられる求人ですので自宅に帰ってからアパートに帰ってからしっかりと検討してみたいと考えておりますそれとですね 今回の本題とは関係ないんですが、正直な私回しのお気持ちをお話しいたしますと、ホテルに泊まりたくなってきました。いろいろ生活費の計算を道の駅の駐車場でしましたら、約1万5千円近く余力ができることが判明いたしました。そしてですね、私回しは某ホテルの会員になっていまして、 ポイントが7000円分貯まっております。そしてさらに GoTo トラベルのキャンペーンも適用されれば、約1万円近くキャッシュバックできるので、来週一応基本は月曜日勤務するという方向でいますが、ですので気持ちを高めるためにもまたホテルに泊まりたくなってきました。それも含めてちょっとね、考えたいと思います。これからも応援のほど、 よろしくお願いいたします。以上、マシでした。